感謝感謝大感謝。フックでーす。よしもんでーす。イエーイ。逆ジョギ変な感じ。確かにいつもと違うからね。このチャンネルではアラサー3人組がアニメや特撮の感想を独自の視点で語っていきます。よかったらチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。はい、ということで本日はですね、トップを狙えを見てきました。はい、うわ、35周年の記念企画みたいな、ね、上映みたいな、ね、うん、まずは1を見てきましたね。2もあるみたいなんですけど、ちょっと遅ればせながら遅ればせながら、そうずっとね、トップを狙いはリクエストをねいただいてた作品なんですけれども、まあ、ついにね見に行ったということで、あやみんはねちょっとタイミング合わずに見れなかったんですけど、いや3人で見たかったねこれ。いや、うん、それはそう思った。こんな作品やったんやみたいなさ、なんかワンブレで公開してる時に1話だけ見たじゃん、うん、そうだね、みんなで実は1話だけ見てたんですね。そう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 、で、うん、1話だけ見て、あ、こんな感じなんだみたいな、結構スポコン系だねみたいな感じで終わっとったやん、ね、うん、なんかそれ以降の方がちょっとあの思った以上だった。そうそう思った、なんかね予想と全然違う気持ちになったよ。分かる分かる分かる。なんか前半3話ぐらいまでは結構ライトな気持ちでまだ見れとったよ、割とね。映画館での上映が前編と後編で4話2話で分かれてる、うんうん、後半2話の重さが尋常じゃない。そうやね、なんかその前半の方の最終話とかもものすごいなんかクライマックス感とか、分かる分かる分かる、泣いたし普通に、あ、うん、そう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 、またその後さ、あそこからどういう展開をさせるんかなって思ってたら、そっからなんか一気にそのさ、なんか今回の結構一個のテーマじゃないけどさ、宇宙に出ちゃって高速にどんどん近づいていけばいくほど時間の流れが多分ゆっくりになってしまうけん、まあ地球に戻ってくると10年とかね、15年とかかかっちゃってるみたいな。そうね、自分たちだけなんか浦島太郎状態じゃん、その切なさみたいなのすげえと思ってさ、ね、帰ってきたらね友達が結婚して子供が生まれてるみたいな、そう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 、なんかさ普通に同じ時間をうちらでも過ごしとる中でも、その友達がさ環境が大きく変わったりとかさ、結婚して子供ができたとか、それだけでもさ心理的にちょっとこう寂しく なるところとかもあるわけじゃん、ね、うん、分かる分かる。それがさもう年齢感もなんか違うし、多分過ごしてきた時間も違うわけじゃん、全然めちゃくちゃ寂しい状況やなって思ったよ。自分は17だけど、うん、友達は27になってるみたいな。いやそうそうそう、めちゃめちゃ落ち着いとった。いやめちゃ落ち着いとった、びっくりしたよ。いや正直そんなあれさ、そんな落ち着いてるってはなったんだけど、確かにここがそんなんじゃないけど、なんかでもそう思ったらなんかその一瞬じゃん、1時間でも地球では何ヶ月経ったりするじゃん、ね、そう思ったらさ、なんかお父さんが年に1回帰ってきとったってすげえなと思って、まじ、あ、そうだね、どのぐらいのさ、あ、まあ、そうことをするかとか、かとか、めっちゃ動き回るミッションみたいな感じだったらやばいやろうしみたいな。最初の方はねその感覚あんま分かんなかったんだけど、あ、まあ確かに、あの卒業式さ、うん、2人だけの卒業式で、確かに、あ、もうみんなそうかそうかみたいな、だって10年とかだもんね。そうね、卒業して、うん、であの戦い合った先輩はなんかコーチの方だね、うん、反り込みの先輩ね、うん、それでもやっぱりその唯一お姉様だけがおってくれたけ、それが一人だったらまたちょっともっときついかもしれないけど、同じようにまだ時がゆっくり過ごしてた人が一人いたみたいな。確かに、でも結構お姉様と運命共同体系になったね。あ、なったね、最後ね、もう最後あのお帰りなさいでうわーってなったんだけど、ずっとその情報を引き継いでくれたわけやろ。だけど、まあ、確かに、いつかは帰ってくるかもしれない、地球の危機を救ったこの二人がいるからみたいな感じで、で多分その大体どれぐらいで帰ってくるであろうっていうのをずっとその引き継いで引き継いで引き継いで、1万何千年もね、そっからまた子供が生まれてみたいな感じでこう、泣けろってなる。確かに、そう思ったらさ、地球に戻ったらさ、戸籍上さ、うん、もう年齢エグいよ。やばいことだって一応そのみんなと同じように刻まれるってことは、まあ戸籍上はね1万何千歳になってるよ。なんかよくあるあのファンタジー系のなんかさあるじゃん、なんかセルフじゃないけどなんかあるじゃん、なんか何年になっちゃうよと思ってさ。確かに、あのそう、最後のさ、まあ、白黒はどういうことか分かんないけど、あの、エヴァとか庵野監督でよく間に合わんかったけど、ね、そう
れだけってかって思ったりしたんだけど。待って、最後までモノクロだった。最後地球のシーンからだったよね。あ、そっか、最後のそうだね。最後の1万2000年後ってなった後はカラーだったんよ。あ、そっかそっかそっか。そう、じゃけ、なんかわざとも、いや、そう、一番最初思ったよ、まあね、モノクロだった時に。ちょっと思った。なんか戦いのシーンも、割とさ、ね、そのまま、そうね、コンテまで言わんけど、セルがそのままみたいな。そう、そう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 、してる感じがあったけど、わざとなのかもしれん、それは。でもなんか、あの白黒にされることでさ、またなんか胸の、なんかうまく説明できないんだけど、胸の苦しさが半端なのでずっと見よって、ちょっと前までのあのなんかわちゃわちゃが懐かしいっていうか、確かにね、なんか後半全然ないからね、急にすっごいもう過去と違うんですよみたいな、なんか歴史的資料を見さされてる感じした。なんかそんな過去のなんか最後カラーになったけ、あ、なんかわざとだったのかなってそこでちょっと思った、まあ、確かに確かに、うん、絶対そうだろうね。すいません、間に合わんかったけど、ガンバスター。ガンバスター。あ、ガンバスター。そうそう。ガンバスター、いろんな能力あるやん。さ、そこからのだけじゃなくてね。前半の能力がずっとなんか、全然ダメダメでさ、いろいろあって、もう、私なんかもうダメダメってなって、で、最後の戦いに、一人で頑張ってさ、こうやって出てきて。そう、あの匂い落ちめっちゃかっこよかったよね。匂い落ちでうーんって出てきて。ガンバスターさ、めっちゃでかいよね。最初にさ、あのみんなのロボットがさ、ね、ここに乗るんよ。そうだね。そうやって考えたらくっそでかいね。うん、ちょっとあったけど、うん、青い船、うん、あれも多分でかすぎるからさ、中に電車みたいなあったりとかさ、なんかプールみたいなあったよね、プールみたいなあったりとか、あの館内 の廊下とかにさ住所みたいな書いてあってさ、あわーみたいな、でかすぎるけもうそういう感じなんだな、確かにね、とかってちょこちょこ入ってたね、入ってたね、宇部鴻さんとサンダーバードあったよ、ポスターね、ヤマトもあったし、ヤマトとトトロと、あ、そうそうそう、トトロとナウシカのポスターがあったね、エヴァとかともまた違うし、そのガンダムみたいなアニメともまたちょっと違う、何なんだろうこの気持ちみたいな、あの最後さ、最後のシーンで、あの友達のあの子がさ来たじゃん、一緒に行くっつって、私たちは死にに行くわけじゃないのよって言ってるんだけど、だとしてもみたいな、もう会えない、次にね、そう、会えない、そう、もう会えないんだよね、だから一緒じゃんみたいな感じで思ったんだろうね、死ぬのも会えないのも、もう一緒じゃないかって思ったけど、その気持ちはなんかすごいわかるかなっていう、一緒に行けば同じ時が過ごせるけど、まあ今死ぬかもしれないみたいな感じだったけどさ、二度と会えないのと死なれるのとって当たり前なのかもしれないけど、なんか、ああ一緒じゃないんだなみたいなさ、生きてるけど会えないからね、それこそさ、その二人を見送ったわけじゃん、そこからの最後のシーンのお帰りなさいだったけ、まあ余計にね、なんかこう受け継がれて一番似たようになってもちゃんとね、あの子が言ってくれてるって二人は多分思ったんじゃないかなと思って、いやー、切ない、切ないっていうか、なんかまあでもあれだね、生きてたら、生きてたらわかんない、私だったらもうめっちゃ辛いかもしれない、なんか生きてるんだけどさ、まあ誰もいないからね、多分、あの時いた館長とかももう引き戻ってるし、そうだよね、もう館長も死んでるからね、館長絶対死んでる、もう100万回ぐらい死んでるでしょ。なんかわかんないけど、救えたかわかんないけど、1万2000年経って帰ってきて地球どうなったんやろみたいな、それもめっちゃ怖いじゃん、なんか帰るまでわからんって、帰ってきたもの地球ないっていう可能性全然あるしね、いや、その時どうしよう、あからのこう電気がパパ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 ってついて、お帰りなさいって最後ちょっと意が反対だったのがまたいいなって思ったけど、いや、本当、そう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 、でかいね、なんか規模が本当今までのことよりも、ガンダムもウルトラマンもだったけど、なんかその時間に対してのあんまなかったじゃん、そうね、まだこっち寄りというか、なんかまだこっちの世界ベースの時間だったじゃん、朝から夜になるとか夜が明けるとかそんなレベルの話じゃんとか、当たり前のなんか、でもこれはさ、もう地球に戻ってきたら10年経ってましたみたいな、あ、なんか分かったかも、ちょっとさ、小学校とか林間学校とかで、いつもと違う寝床で、それだけでちょっとホームシックっていうか、なんかちょっと不安な気持ちになるな、今回は全てがさ違うことをすぎるというか、そういうものをいきなりぶつける、ホームシックの100億倍みたいな、なんかわかんないけど、ハムスターが急に違う小屋で掃除でなんか全部おがくず変えられて新しい家に入れられて、なんかめっちゃ怖いみたいなのの100億倍の感覚じゃないけど、そんなになるの、いや、これまた劇場で見たからまたよりすごいんだろうね、ああ、なんかそのサブスクで配信になってるのをパソコンとかちょっとテレビで見るとかとは多分違う、違う、
さ、なんか宇宙の感じあったもん。それがまた怖さがすごかったな。今日は寝られんのかなみたいな。いや思ったよ。じゃあなんかロボットアニメってもうこういう感じだよねって思っとったけど、全然何も知らんのんだな私って思った。なんだね。もっといろんなのあるなこの世にいっぱい作品って思ったわ。ということで、今回はトップを狙え劇場上映の地を。ということで今回の動画が良かったと思うことは皆さんぜひ高評価ボタンをよろしくお願いします。そして、皆さんチャンネル登録も皆さんぜひぜひぜひよろしくお願いします。そして、コメントいつもたくさん皆さん本当ありがとうございます。今回の動画にもですね私たちのコメントに対しての、ご意見だったりとかよかったら書いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そして MOM 団の SNS があります。ツイッターで結構大事なお知らせをしてますので、よかったらされてる方はフォローよろしくお願いします。そして、団員の個人のツイッターもありますので、こちらもよかったら見てみてください。はい、ではね、一緒に帰りましょう。一緒に帰ろう。一緒に帰ろう。はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録タイムです。チャンネル登録タイムです。チャンネル登録タイムです。